チャールズ・ユースティス、チップ・ボーレンは、アメリカ合衆国の外交官。ソ連専門家として、第二次世界大戦前及び大戦中に、モスクワで勤務し、ジョージ・エフ・ケナンの公認の中祖大使。後、中飛大使、中仏大使。超党派の外交政策顧問、いわゆる、ザワイズメンの一人。ニューヨーク州クレートンにて、ヨカのンシことチャールズ・ボーレンとセレスティン・ユースティス。 冒蓮との間に出生。三人兄弟の第二子で幼少期に欧州旅行をした際、諸外国に関心を持った。1927年にハーバード大学を卒業した。1929年、国務省に入省。ロシア語を学んでソ連専門家となり、ラトビアのリーガに初赴任した。1934年、30歳で、 モスクワの大使館員となった。1939年8月24日朝、第三帝国の外交官、ハンス・フォン・ヘア・バルトを訪ね、数日前に調印された、モロト・フリッペントロップ協定の秘密議定書の完全な内容を入手した。秘密議定書は、中央、バルト三国、及びフィンランドを両国で分割するという、アドルフ・ヒトラーとヨシフ・スターリンとの合意を含んでいた。 翌週、この計画はドイツのポーランド侵攻という形で現実のものとなり、第二次世界大戦が勃発した。1940年から1941年まで東京の米国大使館で勤務し、1942年中ように日本人に解放されるまで6ヶ月間抑留された。戦時中は国務省にてソ連問題に取り組み、 ハリー・ホプキンズのスターリン訪問に同行した。ローズベルト大統領と緊密に働き、テヘラン会談とヤルタ会談の際、ローズベルトの通訳を務めた。ボーレンは連邦議会の一部派から批判されたが、彼が注意を払ったのはむしろリベラルな世論の方であった。民主主義は国内に避けがたい影響を及ぼすと考えたためである。1947年に、 ジョージ・マーシャルが国務長官に就任すると、ボーレンはトルーマン大統領の重要な顧問となった。1946年、ソ連をどう扱うかをめぐって、友人のジョージ・ F ・ケナン大使と見解をことにした。ケナンはソ連の傍聴に対する封じ込め戦略を提案したが、ボーレンはより慎重で、スターリンが東欧に勢力権を持つことを容認し、和解を勧告した。 1952年9月、ケナン大使は、ベルリンにて、ソ連支配下の諸国に関するいくつかの宣言をした、ことからペルソナノン・グラータの落印を押され、ロシアに戻ることをスターリンから許されなかった。このため、大使館の運営は、代理大使のジェイコブ・ビームが言った。1953年1月20日に、ドワイト・ D ・アイゼンハウアーが、大統領に就任した。 1953年3月にスターリンが死去した際イモスクワの米国大使は欠けていた。大使館はビームが統括していた。1953年4月、アイゼンハウア大統領はボーレンを中祖大使に任命した。マッカーシー上院議員による批判にもかかわらず、彼は74票対13票で信任された。なお、マッカーシーはボーレンの議刑で、 モスクワの米国大使ニンのチャールズ W セアをも批判していた。1957年4月18日、アイゼンハウアーは彼を降格した。後、中飛大使を務めた。ジョン・ F ・ケネリ大統領とリンドン・ B ・ジョンソン、大統領の下では、中仏大使を務めた。1969年1月、外交官を引退した。ケネリの顧問、テッド・ソ連戦によると、 1962年10月のキューバ危機をめぐる秘密会議の開始後数日間、ボーレンは会議に参加した。当時彼は中仏大使に指名されており、遠洋定期船に乗って認知のパリへ向かう予定であったが、渡航を延期して危機解決後フランスへ飛ぶのではなく、予定通り定期船でパリへ行き、周囲を驚かせた。こうして彼は、 冷戦期の二大国間におけるおそらくは最も重大な対立の現場に立ち会わなかった。2006年、ボーレンは米国の切手の題材となり、結出した外交官を集めた六ブロックの一つに入った。ボーレンの親の王子は南北戦争時の将軍ヘンリー・ボーレンである。1810年に出生した彼は南北戦争における初の外国生まれの連邦将軍であり、 またグスタフ・クルップ・フォン・ボーレン・ウント、ハルバッハの祖父でもあった。つまり、チャールズ・ボーレンは、アルフリーと、クルップ・フォン・ボーレン・ウント、ハルバッハと親戚だったことになる。ボーレンは、ジェームズ・ビドル・ユースティス連邦上院議員の母方の孫であった。1935年、ボーレンは、エイビス・セアと結婚した。エイビス・ハワード・セアは、ジョージ・セアとガートルウード・ウィーラーとの娘であった。 彼女の名を冠するエイビスボーレン賞は1982年に創設された。同賞の運営はアメリカ外交協会が行い、米国の国益増進に寄与した外交官の家族を毎年表彰している。彼女の兄弟で同じく外交官のチャールズ・ウィーラーセアはモスクワ駐在の米国副領事としてボーレンと緊密に勤務した。 彼らには娘二人と息子一人がいた。娘のエイビス・ボーレンは、親譲りの有能な外交官で、中仏代理大使や中ブルガリア大使、軍備管理担当国務次官法を歴任した。もう一人の娘セレスティンは、ジャーナリストとなり、ニューヨーク・タイムズのモスクワ支局の記者を務めた。ありがとうございます。